生活が苦しくて245円の卵を盗んだおじいちゃんは懲役1年で刑務所へ。でも国会議員の先生たちは500万円以下なら OK ってなんなん。よくよく考えてみたら、二階のじいさんなんか50億円だから2000年っていうことか。ひょっとすると二階のじいさんは次回捕まると思ったんで選挙に出ないと言ったんかな。それはともかく、国会議員は脱税をしておきながら逮捕もされず、税金も払わず、説明責任も果たさず、謝罪もしやしない。あんたらこのおじいちゃんに申し訳ないと思わないのか。だってたった245円だけの罪で1年間も刑務所に行くんだぞ。お前たちなんか何十年も刑務所に行けば人としての痛みがわかるんじゃないか。情けない情けない。こんな世の中に誰がした。はーい、自民党です。